はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちら、混迷校パニガルムが開催中ということなんで、こちらのコンテンツが解放されてから2回目の混迷校パニガルムなんで、新しいボスなのかそうじゃないのかとか、とにかくこれ開催されてから5日ぐらいしかチャレンジすることができませんので、この動画を見てる方、ぜひとも家に帰ったらやりましょう。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、そういうわけで早速やっていきたいと思います。で、今回のボスなんですけども、本漂流ジェロ、同じやないかお前。前回と全く同じっていうね。まあ分かってはいたけど、まあなんか3種類ぐらい用意されていて、それが順繰りになるんじゃないかなっていう淡い期待もしたんですが、まあ残念ながら天国みたいな感じではなく、まあ今回も同じということは、おそらくバージョン 7.1 は少なくともこのボスで行くんじゃないかと。そう考えると、なんか非常に何とも言えない感じですね。まあそれでも前回の攻略動画よりはるかにいい感じのものを作れると思いますんで、今回はパーティーを組まずに完全に野良でいきたいと思います。まずは必要耐性に関してなんですが、とりあえず呪文耐性、これはめちゃめちゃ大事。宝珠と合わせて 27% は持っておきたい。あとは氷耐性と闇耐性なんですが、それに関してはまあどっちかっていうと闇耐性の方を持った方がいいですね。その他アクセサリーで氷腕の月飾りで 29% とか 26%、 あとは宝珠でさらに 6% に、であとは料理のダークタルトを食べてプラス 19%、 まあだいたい合計すると闇耐性 60% ぐらい盛れば暗黒星雲って技を耐えられるようになりますんで、正直まあ食らわなきゃいい話ではあるんですが、前衛色とかはできることなら闇耐性はつけておきたい。まあもちろんその他アクセサリーを地流の攻撃からこっちにチェンジすることで他の攻撃でちょっと死にやすくなってしまうっていうのは少し難点なところではあるんですけども、まあそこはうまいことフィジカルでカバーしてください。で、個人的におすすめな職業なんだけど、ガーディアンが結構いいなと思いました。今回の混迷校のボスにおいて結構ね、ガーディアンが刺さると感じました。まあというのも実際にやってるとこを見てもらった方が早いとは思うんですけども、単純に自分で光耐性を高確率で下げられて、で味方みんなを守れて、ワンチャンメガダルもあったりして呪文も跳ね返せるし、まあそういうことでいいということですね。まああとは先ほど耐性のとこで怯え耐性って言ってなかったんですが、怯え耐性もあると非常に便利です。まあ無難に強い職業はバトマスとか魔法戦士とかレンジャーとかそういったものなんですけども、まあやっぱパーティーにガーディアンがいるかいないかではだいぶ安定感っていうのも変わってきてましたんで、前回はなので個人的には結構ガーディアン押してますね。あとは固定での戦い方なんですが、開幕に赤色のパーティーに全員合流するっていう、まあ、というのもそこに氷の柱がもう各パーティーごとに設置されるんですが、赤色のパーティーのところは敵の受けるダメージを半分にしたりする守りの氷の柱、それが立ったりするんで、それを破壊するためにみんなそこに集まるわけなんですが、まあ正直ちょっと野良だとどうなんだろう、今わかんないですけど、どんな感じなんでしょうかね。まあ、ちょっとその辺も観察しながら、まあ無難にみんなそこにいる感じなのか、いやまあ普通になんかそれぞれで戦うって感じですね。なので安心していきましょう。でこれ大魔の鏡とかやって、これはまあ別に無理して継続はさせなくてもいいかなって感じで、これ天候の守りとかもまあうまく開幕とか、まあ、その辺はまあ結構準備時間なんでやってもろて、でブーストオーラとかでなんか周り大量に死にましたけども、まあ別にこう無理はせず、で暗黒星雲とかも、まあ、ちょっと味方がいろいろ死んでるんで避けながら、で炎耐性下げられました。でプラーナソードとかで、ほら光耐性もワンチャン下がってくれと、おい下がりましたらもうあと完璧、まあ、ちょっと凍りついちゃいましたけども、まあ、ここ怯え耐性持ってくればね、もう全然あの済んだ話なんで、もうそこはもう大丈夫です。もう何も言わないでください。そうなると自分で光耐性を下げて、さらに今ゾーンを使ってウォークライ効果なんで、これ8000ダメージ連打できるんですよね。もう結構強くないですか、なんかこうなるとガーディアン、ほらもうこんな感じに、おいよいしょ、おい素晴らしい。全然あのバトマスより火力出てる感はある。バトマスって結局自分に属性が乗らないので、例えばこう魔法戦士が他のパーティーにいた場合に、結局なんだろうな、あのフォースをうまくもらわないとダメージが出せないっていう欠点があるんですが、ガーディアンの場合であればこのような感じにもうひたすら自分でね属性技を連打できるんで、でこいつ自身別に耐性があるかというとまあほとんどないんで、なので普通にガーディアンの火力がそのまま通るって感じで、ブーストオーラとかもこれ使っちゃえばまた攻撃力とかも上がり、おいここなんかいろいろ入りましたよこれ。プラーナソードで、おおいいダメージですねこれ、最強っすわ。で、あとは、はい、プラズマブレードで、
おい、普通に天候連山した方が良かった。でまあせっかくなんでここは領域使いますか。はい、これでおいしょ。あんまちょ危なかったが、よし、なんとか耐えました。でまあしたらそうね、まあ天候連山でもひたすらやっとこうか。はい、またゾーン入りましたよこれ。うまくゾーンを使いながら、で自分たちの後ろになんかいろいろこう現れたんで、ここはさっさとぶっ壊していきたい。全力でみんな壊していきましょう。放っておくと固定だといいんだけど、野良だと結構ね厄介なことになるんで、ここはうまくやりながらちょっとやりたいんだけど、ちょっと結構妨害がうざいですね。よし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 。で壊すことによってパーティー全員っていうか他の人にもいろいろ恩恵がありますんで、でちょっと壊すの遅れたりするとこんな感じに敵がね全然ダメージ受けなくなるっていう、まあ、なのでもう意地でも壊してください、他の人のためにも。でブーストオーラーで使って、よしこれで OK で、また威力を上げながらそろそろ、よしダメージはなんかもろもろ大体消えたかな。いやダメですね、まだ入ってますね。あれをなんとかちょっと壊してほしい。お手伝いに行った方がいいかもしんないな、こういう場合は。ちょっと行きますか。ラジャーがないんで。ちょっと待って、これ氷大丈夫か俺。危ない。ちょっと待って、よし。落ち着いて、プラズマブレードとかで、ちょっとお手伝いで、よし。あとはなんとかなるだろう。ここまでやれば。で、あとはどうすかな。適当にプラーナソードでもやるか。と思ったんですが、大丈夫か？よし。プラーナソードで、はい、いい。またいいダメージに戻りました。素晴らしいですね。で、あとは、そうね、天候連山でもしとこうか。おろ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 、無駄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 、いい火力、素晴らしい。で、まあ、ちょっとこう、なんか火力落ちてきたなとか、そういう時、まあ、ちょっとあんまりこう、無理して攻撃する時でもない時は、オーマイが適当に天候連山とか、その一つでもして、ちょっと待って、これ大丈夫か？大丈夫、いや、まあ、大丈夫なはずだ。よし。はい、天候連山で、はい、また火力をいい感じに出していきます。やっぱこう野良だと結構時間がちょっと厳しくなりがちですね。またブーストオーラとか使って、よし、あとはもうひたすら火力を出していく。プラーナソードも1分に1回打つことを忘れずにやっていきましょう。はい、来た、プラーナソード。他に魔法戦士とかいればよりガーディアンの火力が目立つんですが、まあ、ちょっと今回いなかったんで。だから結局他にガーディアンがもっと増えてくれればガーディアンがガーディアンの火力をどんどん上げるんで、プラーナソードとかその辺で。まあなのでその辺もやっぱガーディアンがいっぱいいた方が個人的にはいいのかなっていう感じはしますね。バトマスより全然ね、魔法戦士がいない時は火力出てるんでいいと思う。まああとは個人的にはその両手剣が好きなんで両手剣持ってますけども、片手剣であればプラーナソードを、まあ、結構さらに早く、なんつうのコンスタントに打てるようになりますんで、ワンチャン片手剣の方が防御力も上がるし、そっちの方がいいかもしれん。まあ、自分は両手剣が好きってだけで、ただ両手剣を装備してるだけです。別に深い意味はないです。プラーナソードで、おいおいおい、また火力を、おっしゃ、道具使い、ナイス。ナイス道具使いで、ここはプラズマブレードで、さらに、お、ちょっと待って、ごめん、後ろに HP の代わり目で、でかい柱が出てきましたね。ちょっとこれ、今興奮してて、完全に忘れましたけども、これちょっと破壊した方がいいですね。どういう効果があったかっていうのがあれだよ、超覚えてないんだけど、まあ、一つ覚えてるのがこれ敵に完全ダメージガードがかかっちゃうんで、それを防ぐためにもう全力で倒しに行く。これ遅れると敵にダメージガードがかかりっぱなしになるんで、これ絶対壊してくださいね。あ、でよし大丈夫か。だから敵にメラゾーマ打ってる人もいるが、もう大丈夫、自分を信じて自分が壊すというね、そういう意識で。よし、で全員に必殺チャージの効果がかかりました。壊すことで恩恵がありますんで、ブーストオーラとか使って、よし、であとはプラーナソードとかでさらにダメージを出していきましょう。あ、いいダメージですねこれは。であとはそうね、もうプラズマブレードとかやんねえ方がいいわこれ。もうひたすら天候連山とプラーナソードでいいと思う。でちょっと危ねえなこれ。どうすかな。ちょっと逆だ、逆、すま、逆、違う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 、こっちじゃない。大丈夫か。よっと危ない。なんとか耐えていくが、また適当に天候連山でダメージを与えていきましょう。全員集まってるんでタイマーの鏡の一つぐらいやっといた方がいいか。これでもう仮にこう呪文が来た時に全員で跳ね返せるんで、まあそこそこいい火力になるとは思う。おー、息吹はすいません、ちょっと怯えついてないんで、すいません、ちょっと氷ついちゃいました、申し訳ございません。おいおいおい、で隣にバトルマスターがいますね。
ちょっとその方との火力をちょっと比べてみたいんですが、ちょっとうまいこと攻撃してくれない。ちょ、頼む、攻撃してくれ。ラッシュバー、ラッシュバーやってる。ダメだ。俺との火力の差がわからん。あ、来て来て来て、これカプさんがガーディアンですね。あ、素晴らしい。お互いにいいよ。いい感じに、お互いを尊重し合い、高め合う、ライバルとして、ありがとうございます。ゾーン入りました。さらにセイランノは遅れて登場。よし、なんとか倒しました。経験値も、まあ、そこそこうまい。討伐時間は7分35秒。まあ、ちょっとギリギリだったのかな。で、はい、初回報酬もうまうま。ということでやってみたんですけども、まあ、ノラだと赤色のパーティーには特に合流とかはなく、己でこう戦っていくって感じなんですが、その場合にやっぱ重要なこととしては、氷の柱、あれを絶対に素早く倒すということ。結局あれが壊せずいると、途中あったように敵の受けるダメージがめちゃめちゃその低くなったりとか、だから今回はなかったけど、敵の素早さが上がったり、で、その他にも敵の攻撃力がバカみたいに増されたりとか、そういったことになるんで、とにかくもう小さくても大きくても氷の柱というのはもう絶対にぶち壊す。まあ、あとは闇耐性と氷耐性どっち進むかっていう、氷耐性を 100% にできるんであれば氷耐性の方がいいと思う。まあ、というのも氷のダメージって 9999×2 みたいなそういうダメージなんで、氷耐性を 80% ぐらい持ったところで結局死ぬんで、盛るんであれば氷耐性は 100%、 盛れないんであれば闇耐性を 50%60% ぐらいっていう感じでやれば結構まあ楽しくできるんじゃないかなと思います。ということでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはコンメイコパニガルム2周目ということで、まあ、まさかのね、こう同じボスだったっていうことはあれだったんですが、これを無理して周回する必要っていうのは実はなくて、初回報酬が美味しいのと、まあそれで次のバージョンまでに新しく出た混迷の精霊、これをレベルマックスにできるっぽいので、でしかも別にこれらをレベル上げたところで、まあ大したステータスアップではないっていうか、まあ、正直上昇幅が非常に微妙なので、まあ、とりあえずまあそうね、なんか自分がやるところを最大レベルにすればいいかなぐらいの感じで、まあフラちゃんもねちょっと初日に頑張って周回しまくったんですが、まああんまり意味がなかったっていう。しかもこの混迷庫で出る混迷章と呼ばれる、まあそのアイテムですね、それ50個までしか持てないんで、まあ、なので結局周回しまくったとしてもレベルアップまでの時間がちょっとこう入るし、まあ結局いろいろなんかこう噛み合わないんで、まああんまりこう周回する意味はなくて、初回報酬だけもらって、であとはフレンドとの付き合いでちょっと行くぐらいかなっていう感じですね。なので気楽にやれば全然いいと思う。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。